お疲れ様ー。お疲れ様です。撮ってんの？そうそうそう。いきなりですね、うん。そうなんですよ。で、今日は、これからなんか撮る予定あんの？ああ、もうこの時間だから帰りますよ。終わりです。じゃあ、ちゅうか、なんか撮るってこと？そうそうそう。撮るも、撮るっていうか、撮らなきゃいけないもんとか、うん、撮りたいものいっぱいあるけど、うん。だってもう寝る時間じゃん、俺。まあそこはそうなんだけども。なんか中途半端になっちゃうじゃん、今からやったって。うん。でもせっかくね、こう、カメラ回してたから。勝手に回してて。あれやってほしいんですよ。あれって何？アボックスのホームページに載ってる。うん。うん、あの透明の。え？何？お酒の瓶の液体が入れてるやつ。アブソリュート？そう。だって、あ、一回や、やってんだよ、あれ一回。まあ、一回やってんの分かってますよ。うん、見てますから。作品は。はい。今から？そうです。あれやんの？そう。ダメですか？いや、ダメじゃないけどさ。うん。急だね。急なんですよ。何でも急。いやー、でも、きっと、これ、視聴してくださってる皆さんも、あれ気になって、てると申してみたいと思うなぁ。だってお酒ないもん、車体。そう？うん。そう。何？何持ってんの？ははは探しましたよ。え、探しました。はい。ちゃんとここに。ああ。じゃじゃじゃーん。だってさ、あれ揺れてるっていうかさ、うん。半分ぐらいだって飲んでんだよ、あれ。だまあ、今から飲んじゃう？いや、俺今日車だし。あ、そっか。いや、僕が全部飲んでも構わないけども、そういうわけにいかないから、まあ、ほら、他の容器に移しておいて。え、本当にやんの？そうそう。今から？今からです。とか今、君今来たんだもんね。そうですよ、そうです。まあ、何度かなるでしょう。まあ、高崎先生なんだから。取ったやつまた取んの？そうですよ。そう。結構辛いんすけど、精神的に一回撮ったものまたやるって。あ、じゃあ再現みたいな？そういう感じ、そういう感じ。あ、テクニックの？テクニックの。うん。こう、パッと来て、さってなった時に、さあ、どういう風に見せてくださるかっていう。強引だね、そう、すごい強引なんですよ。めんどくせえやつも。だいぶ慣れてきましたから、強引になってきました。え？まあ。まあ、時は気にしない、気にしない。うん。明日は誰にもありますから。あ、手伝いますよ。飲むのでしょ？いや。あ、違って。すごいね。ねえ、そうです、そうです。まあ、ここができるのが高崎写真事務所。いや、写真家高崎勤むの、進行ちょっと。マジっすか？マジです。やるの？今から。やりましょうよ。せっかく来たんですよ。探したんだから、お酒も。確かにね、どこにでも売ってないんだよね。うん、そうなの。意外とね、うん、探さないとない。ないの。やるいいじゃないよ。もうやりましょう。やる？もうやりましょう、やりましょう。まあ、じゃあやりますか。やりましょう。覚えてるかな、俺。あ、写真見れば思い出すよね。うん、思い出すでしょ。いや、覚えてますよ。やりますか。やりましょう。はい。せっかく手塚さん来てくれたし、ね。そうです。わかりました。はい。カメラ回ってますか、手塚さん。いやですね、皆さん、さっき、まあ、どこまで映したんだっけな、セッティングに入って収録してたんですけど、手塚さん、自分の口でどうぞ。はい。どっか行っちゃったんですよね。アトリエ何もないところから、そう、ずっとね、撮ってて、一生懸命撮ってたし、うん、一生懸命話したのが、うん、どっか行っちゃったんですよね。あのね、録画設置、オフになってたみたいですね。ああ。まあ、カウンター動いてたように見えたんですけどね。それもまあ、楽しみましょう。はい。でね、途中までセット組んだところで、ええ、録画スイッチが入ってなかったところも気がついたんで、もう一回ちょっと軽くおさらいしましょうか、ね。お願いします。順番に行こうか。はい、まず、すごくね、この足元、商品が乗ってる台、
なんか不安定な感じで映ってるかもしれませんけど、はい、ちょっと理由があります。まあ理由はっていうか、下本当はもうちょっと、がっちりした台が欲しかったんですけども、僕もあんまりこういうのたくさん持ってないんで、これで賄ってます。で、はい、一番上に載ってるのが、骨箔アクリルと僕たちがまあ業界用語で使ってる言葉なんですけども、白のツヤのあるアクリルを使ってます。厚さに2ミリです。はい、2ミリのアクリルを置いて、あと背景がですね、これはまあトレーシングペーパーみたいなものだと思ってください。ディフューザーですね。でこれは、2ミリの乳白というアクリルを使ってますね。光がこうやって透けるものです。割と効果としてはトレーシングペーパーみたいなものなんですけど、トレーシングペーパーだと紙の目が出たりするし、ほうほう、まあ、僕は割とこういう硬質なものを使っているんです。で、まあ、後ろ回っていただけるとはい、ライト一発だけこうやって今つけてます。大丈夫ね、ちゃんと映ってるね、手塚さん。ちゃんと簡単に見てますよ。もう大丈夫だよな、うん。これでね、消えたら、泣きますよ、もう。この台を、固定してます。これはまあ、ミソなんです、今回は。テープで止めてます。うん。そう、普通止めるでしょって話なんですけども。じゃあ反対側見てみましょうか。反対側行くとね、止まってないんですよね、テープで。それもままになってます。こっち側止めてませんと。はい、ね、こういう状態で進めていきます。で、商品今アブソリュートウォーカーを乗ってます。まあ、実は半分減ってますけど、手塚さんが全部飲んじゃったっていうわけではなくて、別の容器に移して半分ぐらいの状態にしてます。はい、はい、それで、今この設置してある、部分に、両面テープで、留めてあります。最初は全部あったんですけどね。ここまでの大変だったんですけどね。まあ、いいこなし、こんな感じじゃない。両面テープ、こことここに留めてます。というのは、このボトルね、こっちから取りましょうか。もうちょっとこっちから。少し極端なことを言うと、こっちの手でやろうかな。こういう膨らみがあるんですよ。おうおう、ここが膨らんでる。あ、肩が膨らんでますよね。とこ、そうですね、そこの部分、そこの床に設置する部分を両面テープつけてます。なるほど。はい。まあ、こんな感じで止まってる、まあ、わけですね。はい、ちょっとじゃあここで蛍光灯を消します。はい、今ここで構えたカメラは、ニコンの D800 という僕が、普段使ってるカメラですが、まあ、ただメインカメラじゃないんですね。メインは僕、まあ、ここにありますけど、まあ、見えるかな、上消しちゃったな、蛇腹のカメラ普段使ってるんですけど、わけやって今日はこれ使いません。はい、はい、なんでかっていう理由は今設置してるこのリモートに関係があります。離れたところ、カメラから離れたところでシャッター切りたいんですね。まあ、なので、このリモートが使える、カメラを使ってます、まあ。という理由だけですね。ちょっと一回、空打ちします。会場明るくなりますんで。はい。ちょっと画面気をつけてください。シンクロコード入れてないですね。入れます。はい、もうなんかさ、テープ回ってなかったからさ、こっちもパニックっちゃうよね。だいぶ疲れさせましたね。ここは、ちょうど、ドキュメンタリーのいいところで、まあ、ライブ感あるでしょ。ライブ感ですね、うん、自分の失敗はいいよね。しかしセッティングまでの間の画像はどこに行ったんだろう。まあ一生言ってろ、うん、でもここまでかかった時間どのくらいだろう。30分かかってないよね。かかってないですね。割とまあ一回やってるってこともあるんですけど、まあそうね、でも実際撮影の時もそんな時間かかってなかったんで。
はい、じゃあ一回シャッター切ります。あ、じゃあこちらの画面いいですか。まあ、まだ1枚目で露出も合ってないんで、これから合わせていきますけど、ストロボのパワーが落ちないかな。はい、もう一回撮ります。これもさっきの前半の収録で言ったことなんですけど、あのもうちょっと出力の弱いストロボを本当は使いたかったんですが、うん、ね、僕ともう一人あのこのアトリエであの活動してるカメラマンの有岡くんが明日朝からあの外で撮影で、その機材のパッキングにも用意してしまったので、あのその機材今持ち出せないんですね。なのでちょっと出力の強い機材で今撮ってます。そうです。はい、ちょっとこれで露出落とす。はい、で見た通りまだホワイトバランス取ってないんで茶色いですよね。はい、でこれはもう背景白いもの取ってるんで、ここでホワイトバランスちょっと仮に取っちゃいます。一回あの僕が使ってる、このテザー撮影、あのパソコンとカメラをつないで撮影することをテザー撮影って言うんですけど、テザー撮影、はい、つないでってことですね。そのソフトにキャプチャーワンという、ソフトを使ってます。まあ、これはもうずっと使い慣れたものなの でここで、ホワイトバランスを取ると、まあ、こういうグレーなニュートラルな色になるわけですね。画面上ですからちょっと色はあれでしょうけど、まあ、そこはいいでしょう。もう、もうちょっと言っちゃっていいですよ。ガーンと言っちゃって、はい、そういうことですね。まあ前の色がこれだったの、はい、こうなりました。大きくありますね。冬分の頃はあのカラーバランスフィルターとかいろいろとね、そうですよ ね色を出すのに大変でしたけど、白を出すのがまずね、うん、ずいぶん暗くなっちゃって見にくいかもしれないですけど、少しボトルの向きが上向いちゃってるんで、テープ貼り直さなきゃダメかな。はい、もう一回光ります。ライト、はい、あのグリッドを入れてます。ちょっとあの手塚さんのライト、うん、ちょっと取ってきてください。グリッドとは、ハニースポットっていうか、グリッドっていう蜂の巣状のものを入れて氷を落としてます。光ってるから見えるかな。どうしたら見えますか。こういう感じです。一応離れてください。光ります。光ります。モニターを見てもらうと分かると思いますけど、ちょっとやっぱ自分の好みじゃないな、こりゃ、うん、周りが周囲落ちすぎましたね。やっぱり外します。はい、これはね、ちょっと前は試さなかったことですけど、やっぱりグリッドだと方向性が光を持つってことなんですか。光が周囲に全然漏れなくなっちゃうね。一回光ります。光ります。うん、まあこういう路線でしたよね、前は。そうですね、うん、まあ、細かいところはさておき、多分皆さん一番気になるのは
どうやってイケメン揺らしてんのってことだと思うんですが、手塚さん、ここまで何か質問ありますか？大丈夫ですか？進めちゃって。皆さんお分かりいただけたと思うんで、全体が、はい。特に私は2回目聞いておりますので。そうだよね。はい。はい。じゃあ、来店がほぼできたと仮定して、揺らします。はい。で、どうやって揺らしましょうか？考えてください。念力。あのね、そういうのいいから。あ、そうですか。うん。まあ、いろんな考え方あると思うんですけど、まあ、普通に叩いてみるとかね。で、さっき向こう側だけテープ止めましたよね。はい。あれが蝶使いの役をするわけです。なるほど。で、台はしっかり止まってるとして、うんうん、でね、まあ、こんな風に片側浮かして、で両面テープで止めたから、うん、基本的には動かないんだけど、何回もやってると動きます。ボトル自体がですね。そうそうそう。で、こうやってね、光ります。まあ、こうやって撮ってたわけですよ。ほう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 。はい、ちょっと見てください、じゃあモニターを。はい。カメラから離れまして。はい。で、さっきがこれ。で、今撮ったのが、これです。もう一回いきますね。はい。何もしない状態。まっすぐなイケメンですね。で、今の揺らし方したのが、ドン。あ、まあ、こんな感じでやってるわけです。もうちょっとやってみましょうかね。で、こういうの調子に乗って何回もどんどんやって、あ、この波いいねなんて一人でこうやって楽しんでるわけですけど、うん、調子に乗ってやってて、ええ、よく見るとやっぱり多少ですけど動いちゃうんですよね、ものが。ものが動くと構図もずれるし、ピントも変わるし、ええ、だから時々やっぱりチェックしてあげるし、ね、なるほど。まあ、ただ、もうちょっと今極端に大げさにやってみますね。はい、はい、撮ります。うん、さっきよりも揺れてるでしょ。モニター映してみてください。はい。あ、波打ってますね、うん。そんな感じです。それで、なんでニコン使ったかっていうと、はい、このリモートのスレーブ、あ、スレーブじゃないや、シャッターレリーズで切れるため。つまり、カメラこっち側にいなくちゃいけないんで、なるほど。それでこう、まあ、リーチがあるから多少僕はこう届くんですけど、両方やるってちょっと大変なので、うん、揺らしながら片手でシャッター切るために、このあえてそうカメラから離れてもレリーズが切れる、まあ、僕はこれしか持ってないので、このニコン D800 でこれを持ってるので、カメラの選択はそれで決めました。なるほど。じゃあもう一回行きましょうか。はい、やります。ね、こんなに動かすの減ったらなんて。おお、まあ、あんまり今の良くなかったかな。うん、ね、ちょっとこう頭の方に、うん、で、時々こうやってファインダーを確認するんですが、もう全然大丈夫ですね。はい、続けていきます。はい、途中途中光りますので。はい、光ります。強い光が、厳しい方は撮ります、光りますといった時は気をつけてください。うん、光りっぱなしです。いきます。はい、続けていきます。はい、連射してしまった。あ、この波きれいか。いい。受け出ましたか。一つも。さっきの。結構ダイナミックにいってるね、どれもね、うん、面白いですね、やっぱりこういう撮影は。2つとなくない波ですからね。
面白いですね。